ゲームはこれから後半6回に入ります。バッター大引き、ここまで2三振といいところがありません。投げました、低めストライク。第2球投げました、アウトコース、直球は外れてボール、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。スライダーボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げました、ストライク、タイミング合いません。次は5球目投げました、見逃し三振。バッターは王手、今日3打席目。投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、低めストライク、少し迷ったか。追い込んでから投げた、流し打ち、新井掴んだ、一塁送球、安藤取ってアウト、これでツーアウト、ランナーありません。そして続くバッターは西川、ここまで2打席連続三振。第9投げた、初球打ち流した、ショートバウンド、ボールを取った西岡、うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。ファイターズ後半戦は三者凡退からです。6回の表が終わって8対8、現在同点です。タイガース、この回は上位打線から始まります。バッターは上本、今日4度目のバッターボックス。第2球投げた、低め外角ストライク、タイミング合いません。投球は3球目投げました、見送ってストライク。追い込んで第4球を打ちました、いい当たり、大引き、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッター鳥谷、第1球初球外れても、1球外します。さあ次の投球、ボール、カウンターツーボール。第3球を投げました、ボール、わずかに外れました。カウントは3ボールノーストライク。第4球を投げました、打って出ました、ショートバウンド、大引き、軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げました。さあ次の投球、打ちました、近藤、下がっていった、近藤、落下点に入った、取りました、これで3アウト。タイガース三者凡退に倒れました。中盤まで終了しまして8対8、同点です。安藤マウンドを降りまして、マウンド上は高宮、今日3番手としてマウンドに上がります。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。バッターは中島、ストレートはボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球はまっすぐ見送ってストライク。さあ5球目外れた、ボール、完全なボール球、フルカウント。第6球を投げた、打ちました、鳥谷、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはヨウ。外野は長打を警戒します。スクリーン見送ってストライク。初球ストライクからアウトロー空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、打ったいい当たりだ、ショートバウンド取った、鳥谷、うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。第9投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば勝ち越しだ、伸びた、伸びていった、見上げた、ホームラン、ソロホームラン、中田、これで2打席連続のホームラン、スマートを完璧に捉えました、主砲の一振りで勝ち越し。チームメイトが迎えます。
次のバッターは小柳。今日はここまで3打数2安打。第9球投げた、打ちました、引っ掛けた、西岡ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。満員の甲子園、スタンドからカラフルなジェット風船が勢いよく舞い上がりました。谷本降板、右のクロッタ、今日3人目のピッチャーとして登板です。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターマーク、1球目空振りから、第2球、第3球は打ちました、ショート正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは福留、これが4度目のバッターボックス。投げました、シュートはボール、高め、カウントは2ボールノーストライク。投球はこれから3球目、打ちました、ファール。投球これから4球目、ストライク、膝元厳しいところ。第5球投げました、内角、空振り三振。最後は直球、力でねじ伏せました。第9球投げました、ボール。さあ次の投球、2球目ストライク。第3球を投げました、決まってストライク。次は4球目、低め、空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。7回の裏が終わりまして9対8、タイガースラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。高見はマウンドを降りまして、右の金田、今日4人目のピッチャーとして登板です。8回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。バッターはミランド、今日4打点を挙げています。第2球投げた、変化球ストライク、外角高め。第3球はボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボール1ストライク。投げた、アウトサイドストライク、タイミング合いません。さあ投球は5球目、投げた、打った、痛烈な当たり、センター方向に持っていきましたが、センターバック取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打谷口。第9打った、アルボール。さあ次の投球、投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライクです。次は4球目、投げました、インコース高めストライク、タイミング合いません。追い込んでから投げました、ストレートはボール、わずかに内側、ボールカウント3ボール2ストライク。さあ6球目、打ちました、ピッチャー返し、鳥谷取った、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。そして次のバッターは大引き、今日はここまで3打数ノーヒット3三振。投げました、初球空振り、少し迷ったか。さあ次の投球、投げました、またも空振り、これで追い込みました。追い込んで第3球を投げました、打ちました、いい当たり、抜けた、ボールは中継、大引きヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。バッター大野、今日4度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9キャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。ここで盗塁を許してしまいました。外野手は前の方に守備位置を取りました。これは見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。第3球を投げた、打った、抜けた、センターバックホーム、大野ヒットを放ちました。これで今日は4打数の2安打。ファイターズ代走を起用します。に代わりまして石
川慎吾。今日2三振の西川。ファイターズ追加点のチャンスを迎えています。第9球投げた、真ん中にストライク。初球空振りから、第2球このボールも空振り。追い込んでから投げた、インロー際どい球、ボール、いいところですが外れています。カウントはワンボールツーストライクです。高めボール球打った、上本交代、取りました。ツーアウト一塁三塁のチャンスでしたが得点を挙げられませんでした。8回の表が終わって9対8ファイターズこの回0点に終わっています。クロッタ降板、左の宮西今日4番手としてマウンドに上がります。8回の裏1点を追いかけますタイガースの攻撃、バッターは鶴岡、これが4度目のバッターボックス。第2球投げた、打ちました、1、2塁間への当たり、中島ボールを取る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは山本、ここまで3安打、初球に送ってストライク。さあ次の投球、投げた、打ちました、センターへの打球、ヒット、山本ヒットを放ちました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッター西岡、今日はここまで4打数2安打1三振、直球ストライク、インコースへ。1球目ストライクから、第2球打った、ヒットになります、1塁ランナー一気に3塁へ。西岡ヒットを放ちました。ピンチを広げています。いよいよ試合の流れが変わりそうな場面、ファイターズここは中間守備を取りました。初球スラーバー空振り、第2球投げました、2球目ストライク、第3球を投げました、空振り三振、上本全くタイミングが合いません。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球初球外れてボール、第2球ボール、わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライクです。投球はこれから3球目、ストライク。次が4球目、投げました。さあ5球は5球目、低めストライク。サードランナーチラッと見た、第6球をランナースタートを切った、三振。宮西見事に流れを断ち切りました。ファイターズこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。金田マウンドを降りまして、右の松田、最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。さあいよいよ最終回、バッター中島投げました、1球目ストレート空振り、147キロストレート。第2球投げました、打ちました、三塁線ボールが転がっている、あっと取れない、打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、中島ツーベース。バッターは3番陽、第9球内角低め見送ってストライク、第2球打ったい当たりだ、センターへ上がった、掴みました、中島打球を確認して三塁へ向かう。ワンアウトランナー三塁に変わります。今日2打席連続でホームランを放っている中田、第9球アウトコース低めボール、サードランナーチラッと見た、第2球ストレートはストライク、
げた。おっと、左球。中田、どうやら痛みを訴えたため現在ベンチで治療を受けているようです。今ベンチからグラウンドに戻ってきました。大事には至らなかったようです。さあ4球目、ボール、外角低め、平行カウント。投げた、ボール、低め、カウント3ボール2ストライクです。次がラストボール、打った、痛烈な当たり、ライナー、レフト前クリーンヒット、打球が転がっている。ファイターズ1点入りました。10対8。続くバッターは小谷。第9、直球ストライク、高め、タイミング合いません。第2球、投げた、これも空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、ストレートはボール、膝元へ、これはわずかに外れています。カウント1ボール2ストライク、打ちました、いい当たり、ライナーだ、センター前クリーンヒット、ボールは中継、フェアのヒットを放ちました。これで3安打猛打賞。今日2本のホームランを放っているミランダ。第2球、投げた、ストレートはボール、カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた、見送ってボール、カウントは2ボール1ストライク。肩越しにランナー見た。次は4球目、直球ストライク低め、タイミング合いません。投球これから5球目、ボール、わずかに外れました。カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目、投げました、ストレート、見送ってフォアボール、これで満塁です。第9、あーっとキャッチャー取れない。